道子様の一千万円支援は、天皇家の財産の横流しだった。生前贈与に関わる衝撃の真実。道子様から真子さんへの金銭サポート現在、高輪の仙洞仮ごところから赤坂御用地へのお引っ越しや真子さんへの一千万円の生前贈与などで注目を集めている道子様。一千万円の贈与に関して、 上孫である真子さんを思う温かい慈愛のお気持ちゆえとも報じられる一方で実はその裏には厄介な問題も存在しているようです。上皇ご夫妻から真子さんへの生前贈与に関しては、週刊新潮2022年5月5中黒12日号が詳しく報じました。これまでアメリカでの司法試験の合否とともに取り沙汰されてきたのが小室圭さん、真子さんの生活設計の問題である。 小室さんが試験に不合格となったことで、先行きに暗雲が垂れ込めるが、実は、密かに上皇ご主催からの私的な財産の譲渡が計画されている。中略、猿宮内庁関係者が明かすには、実は、う孫の不慣れない国での生活を案じられた上皇ご夫妻が、ま子さんのために私的な財産を譲り渡されるというのです。東京で入籍した小室夫妻は、昨年11月中旬に新天地へ旅立っていったのだが、 10月末には、1回目の試験に失敗したことが判明し、小室さんは失意のまま口クラーク、ホームジム、として働き続けることになりました。そうした夫婦の救助を前に、とりわけ上皇后様がお心を砕かれ、当面の暮らしに不自由しないようにと真子さんの口座に1000万円ほどの金額をお振り込みになると伺いましたどう、というのだ。同記事によると、上皇ご夫妻は、 今後も毎年同程度の金額をマコさんへ贈与する計画であるとのこと。ですが、元をたどれば国民の税金である皇族の財産をすでに皇籍から離脱し、一般人となっているマコさんへ私的な贈与を行うことに関しては、厳しい批判の声も上がっているようです。祖父母が孫を心配するのはどこの家庭でもありますしかし。 この場合は単純にお小遣いを足せるというレベルではありません試験なので計画通りに行かなかったのは最初から考えられることでありそういったリスク管理ができていない分を周りが何千万という金額を何年もというのが全く理解できません国民また同じくらいの年齢の若夫婦で苦労しながら分相王の生活をしている人たちはたくさんいます孫のためと思われてなさることだとしても駅踊りじまの夫を甘やかすだけで 彼が自立しようとする努力すらやめてしまうのでは、と危惧される。もともとこういううまみを期待して彼は彼女に近づいたのかもしれないし、ここはある程度きっぱりした線引きが必要なのでは。そこまでしないと立ち行かない生活を改めさせるべきでは中黒中黒中黒日本ではいろいろ大変だろうが。 お金はアメリカよりかからない職の斡旋もしやすいだろうしその方が長期的に見て彼らのためだと思うが値、ね、変にお金を与えるとそれを基礎として生活をすることになって帰って後で駆使すもともと小室圭さんと眞子さんの結婚に関して国民の税金が使われることについては多くの人々から批判の声が上がりそのため眞子さんは約1億5000万円の結婚一時金の受け取りを辞退しましたにもかかわらず 小室夫妻の生活が困窮していることを理由に、このように上皇ご主催から眞子さんへ毎年一千万円ものお金を贈与するのであれば、本末転倒もいいところです。サポートは本人たちのためにもならない、また、このことで損をするのは、毎年真面目に税金を払っている国民ばかりではありません。精神科医の片田玉美氏は、こうしたお二人への金銭的支援は、 本人たちのためにもならないとして次のように警鐘を鳴らしています。秋篠宮家の長女、真子さんの夫である小室圭さんは、またもやニューヨーク州司法試験に落ちてしまった。だが、不合格が判明した後も、恋人つなぎでニューヨークの街を楽しそうに歩く小室夫妻の姿が写真に撮られており、一見したところ危機感も切迫感も感じら。れない。 三度目の司法試験まで三ヶ月もないというのに死に物狂いで勉強しなくていいのだろうかと不思議に思っていたのだが、4月28日発売の週刊新潮新潮社に掲載された、まこさんに生前贈与よ。という記事を読んで、なるほど、そういうことだったのか、と腑に落ちた。記事によれば、う孫の不慣れな異国での生活を案じられた上皇ご夫妻が、 真子さんのために私的な財産を譲り渡されることを考えておられるという。特に上皇后様は、小室さんが司法試験に失敗したことによる夫婦の窮状にお心を砕かれているようだ。そのため、密かに上皇ご主催からの私的な財産の譲渡が計画されているらしい。典子さま強奪の葡萄は悠仁さまスパルタ登山のご褒美だった。通報しようとする青果店店員を宮内庁職員が必死に制止させ。 フルーツ泥棒の紀子様今月発売された週刊新潮2022年6月23日号は腐敗しきった皇宮警察の実態を暴露し大変な話題となっています同記事ではなんと皇宮警察の幹部が愛子様のことをクソガキなどと呼んでいることを報じ多くの国民が怒りを覚えることとなりました本来であれば天皇陛下や皇族方の安全を守り 国民から尊敬されるべき皇室製図が、実際には、これほど腐敗しきってしまっているという事実に多くの人々が衝撃を受けたのですが、実は、この週刊新潮の記事では、他の箇所の記述も話題となりました。なんと、同記事が報じるところによると、紀子様が、地方などを訪問される際に、農場などを見学し、野菜やフルーツを大量に強奪されてしまうというのですね。 宮内庁職員の間で秋篠宮家が、五難場と呼ばれ、担当職員が次々に辞めていることは本市でも記事にした。やはり紀子さまは、苛烈な素顔を様々な場面でお店になっているようで、栃木の御料牧場で育てた野菜やフルーツなどをいつも紀子さまがライト版2台、分くらい持っていかれてしまうのです。鑑定で召し上がるのか、誰かにあげておられるのかはわからないのですが、 農水省のキャリア官僚が紀子さまの帰りを見送りながら、略奪だよなありなんてぼやいていました。皇宮警察職員、証拠写真流出でネットは炎上騒ぎにこの週刊新潮の記事が報じられた後には、ネット上でも、実際に紀子さまがフルーツを強奪されている写真も発見され大変な話題となりました。ネット上では、 このキ子様と悠仁様がブドウを持ち去る衝撃的な画像に関して次のようなコメントが書き込まれています。キ子さんが果物の入った段ボール箱を自分で店から運び出している姿を見て、さすが賃貸団地出身のお姫様だと思った。立ち寄った店から有無を言わさず持ち去るにしてもお月の人に運ばせればまだ皇族らしかったのに。本当にこの方皇族にしておくにはもったいない暗い盗みの才覚があるな。 これでは文章の盗みなんてへっちゃらだわな、皇族というより、皇族だよ、代金払わないでスーパーの外に出た万引きおば。と何ら変わらない犯人コピペ王子はこの頃から悪びれることもなく他人のものを盗む習慣があったんだな。店員の通報を制止する宮内庁の職員この他に、せめてお付きの人が、おいくらでしょうか。虎か。と聞いて、 キコ様の代わりに料金を支払うべきだったのではないですかといった意見もあったのですが、実際には、キコ様の付き人をしていた区内庁職員は全く侵略のことをやっていたようで、これはいただいておくわね、と煽り、ブドウを段ボール一箱丸ごと持ち去るキコ様の姿を見て、聖火店店員は、最初、何が起こっているのか理解できずにア然とした様子で眺めていたのですが、その後、しばらくして、ようやく、ブドウを盗まれた、 ということを理解し、警察に通報しようとしたのですね。すると、なんとその時に、貴子様の付き人を務めていた宮内庁の職員が聖火店の、店員を制止し、通報してはいけない、という旨の説明をしたのですね。ただ、どうやら、聖火店の店員が納得できるような説明は全くなされず。ただ、いや、皇族方の地方訪問とはこういうものですから、 というような全く要領。追えない。ただ、いや、皇族方の地方おといとはないうものですが、とても説得とは言えないような説得がなされたようです。この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見て。行きましょう。廃品回収に来るクズ屋でも、古新聞や古着にはちゃんとお金を支払って引き取っていい。るのに。 駅南飛は、クズ屋以下のご出事だったということになりますね。欧州では珍しくな。イジプシーそっくりです。店員の困惑する様子なども全く気にせず、これ一ついただいておくわ、とだけあおら。れ。そのまま箱ごと持ち去ってしまわれたのです。さらに、悠人様も、自分もつい。でに、と言わんばかりの様子で。一望手にされ、 のりこさまとともにぶどうを持ち去られてしまいました、前室の秋市の。三宅関係者。これ一ついただいておくわ、には、お金を払って買います、という意味で使いま。本来、これださい、これをいただくわ、ただでいただきます、の意味では決してない。のですが。バラック日の生まれ育った駅南の環境では、そのまま泥棒して帰るときの言い訳よ。の言葉だったのかしらね。 店員に、おいこらこらそこのおばはん、何すんねん。金払ったんか、と呼び止めら。出たら、だってあたしは、いただくわ、と言ったのに。あんたはすぐに、これはあげません、とは言わなかったから、もうもらったもの。不敬ね、とでも言い逃れする気だったのか、と言ってやりたいです。エリザベス女王の国葬に参加するため、イギリスへ出発された天皇皇后両陛下は、 現地時間17日午後6時半ごろ、ロンドンのスタンステッド空港に到着されました。エリザベス女王の国葬に参列する天皇皇后両陛下がロンドンに到着されました。天皇皇后両陛下は現地時間17日の午後6時半ごろ、スタンステッド空港に到着しました。両陛下が外国を訪問されるのは即位後初めてのことで、19日に行われるエリザベス女王の国葬に参列されることになっています。 多くの国民が望み、実現することとなった両陛下のエリザベス女王の国葬参加ですが、ロンドン到着の報道を受け、ニュースサイトのコメント欄には、政子さまに対する応援や励ましのメッセージなどが数多く書き込まれました。即位後すぐご招待くださった英国王室。コロナでダメになってしまい、政子さまの皇室外交を見る機会がなかったが、くしくもエリザベス女王のご葬儀で放映が叶った。 不謹慎だが、最後の女王の贈り物なのではないかと思っている。これを機に両陛下と愛子様には頼りない首相の分も皇室外交を頑張っていただきたい。乗り合いバスで他国の首脳と言葉を交わされたりして、案外楽しいものになると想像したりします。皇后様の長年の療養のことを、外国の方々もご存知だそうですから、皆さん安堵されてくださるでしょう。小テレビで映像を拝見して、 女王の葬儀ですが、ちょっと込み上げてくるものがありました。テレビで映像を拝見して、女王の葬儀ですが、ちょっと込み上げてくるものがありました。あれだけ殺っとされていた雅子様が、ご病気などでとても大変で、表舞台にも出られず、今このように回復されて、日本国与表として参列していただけること。 なかなか海外に行けなかったけれどここに来て行かれたということは相当な存在だったのですね。政子様も緊張と不安あるかもですが元気で帰国してくださいね。1。貴子様には任せられない政子様。して、誰が参加するのか。という問題に注目が集まりましたが、女性セブン2022年9月29日中黒10月6日号に掲載された記事によ。ると、政子様は、 紀子様には任せられないといいとう強い決意を持って国葬参加を決定されたそうです国際経験の豊富な雅子様にとって皇室の国際親善の新時代を開くことは使命だった。しかし皇后になられてすぐのコロナ禍で世界への扉は閉ざされた。そこに届いたのがエリザベス女王の訃報。9月8日に96歳でこの世を去った女王の葬儀が19日に催されることが決まり、 天皇皇后両陛下が参列されることが発表された。政子さまは、エリザベス女王と対面されたことはない。本来であれば、即位、2019年5月の1年後の2020年5月、女王の招待によりイギリスを訪問され、それが政子さまの皇后としての初見。害となるはずだった。しかし、コロナ禍で棚上げになったままだ。今年6月には、 エリザベス女王が在位70年を迎え、イギリス国内で、プラチナ中黒ジュビリーが盛大に行われたが、雅子さまも陛下も、直接祝福を伝えられなかった。エリザベス女王が亡くなった今、その思いを届ける機会は永遠に失われた。とりわけ、雅子さま。の落胆は大きかったという。愛子さまが誕生される前、雅子さまにはおよつぎの期待が寄せられ、 大きなプレッシャーを感じられていました。しばらくこちらで暮らしてはいかがですかしばらくこちらで暮らしてはいかがですかドエン、しばらくこちらで暮らしてはいかがですかそんなとき、エリザベス女王から、ご夫妻が一時的にイギリスで生活することを勧める手紙が届いたのです。実現はしませんでしたが、雅子さまは遠くイギリスからの温かい言葉に、委く感謝されていたと言います。雅子さまにとって、 葬儀への参列は、哀悼の意とともにエリザベス女王への感謝を伝える機会でもあるのだ。ご体調の波がある上、慣例に照らせば秋篠宮ご夫妻の参列でも問題はありません。ご体調の波がある上、慣例に照らせば秋篠宮ご夫妻の参列でも問題はありません。しかし、皇室と栄王室の関係を考慮したときに、やはり両陛下が参列して敬意を示し、 栄養室から適切な接遇を受けるのが望ましいと言えます。雅子さまは、紀子さまに任せることはできない。皇后の責務である、という強いお気持ちで、イギリス訪問のご覚悟を固められているのでしょう。